遊びに連れてってくれるの？心なしか気持ち悪くなってきました。いえ、今いいとこなんです。空気がうまい。ラジャディス部長。アキニー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 アキニいらっしゃい。私立名工学院にようこそ。アキニー久しぶり。この感触、匂い、アキニー。それでも久しぶりなの。
それでは本年最初のムツラ星の定例会を開催します。同じにしないことで愛を表現してるんだよ。コロナ、後ろ後ろ。もうなんなのひなみ、今いいとこなんだから邪魔しないで。コロナさん、定例会の最中ですよ。公私混同は慎むように。いいですね。部長、ごめんね、アキニ。また後で。しませんって、あれ何回目？私が知ってるだけでも毎回言ってる気がする。懲りないわよね。うなずいてないで何とかしなさいって。アキト君は彼氏なんだから、彼氏の言うことなら素直に聞くんじゃないかな。ちゃんだって昔のままじゃないと思うし。甘いわね、さやたん。甘々だわ。天の中西からは先日の惑星接近の観測レポート、内容の詳細はもうブログにアップしてます。拝見させていただきました。天の中西さんは精力的に活動していますね。うっす、西高の観測会はうちも参加させてもらったっす。天の中のほうき星さんはいかがですか？私？こっちはプロジェクトスターライトの事後処理で結構忙しくしてた感じかな。
が助けてって泣きついてきたから。さやたん、いつもありがとう。愛してる。では次、星野大一さんは。そちらも拝見しました。今月はかなりノイズが多かったようですね。そうなんだよね。こればっかりは空の状況次第だから、コロナたちにもどうしようもなくって。コロナは明光学院でしょ。ドシャバルトの吉岡先輩に怒られるよ。流星電波観測を行っているのは星野大地さんですが、発起人はコロナさんですからね。あれはあなたのプロジェクトだと思っています。じゃあコロナが喋って。構いませんが、せめてスラミ君に話を通してからにしなさい。彼は流星電波観測の共同責任者なんですから。君もごめん、コロナ勝手に話し始めちゃって。では今後の活動予定についてですが、昨年のプロジェクトスターライトは我々にとっても大いなる成果でした。その流れを止めないためにも新たな活動が必要だと思いませんか。そこまではまだ。今の時期は大きな天文イベントもないしね。派手な活動となるとちょっと難しいかな。流星電波観測の素晴らしさを理解してもらうのはかなり困難だと思う。とりあえず観望会をやってみるってのはどうなの。冬の夜空は一番華やかだから、見るだけでも楽しいと思う。そうですね、観望会なら悪くないと思います。何もしないよりは絶対にプラスになるはずですから。
ところで、コロナも来るの？当たり前じゃん！コロナには流星電波観測があるんだし。部長と一緒にいるための口実としか思えないんだけど。そういうことズバッと言っちゃうのよくないよ、ひなみん。それにほら、これを持っていく必要があるんだから。何それ？テスターだよ。川中島先輩が貸してくれたんだ。相談したらこれでチェックしてみろって。こういうのあんまし得意じゃないしな。あ、別にそういう風に言ったつもりじゃなくてね。コロナ必死すぎ。そんなに部長のことが好きなんだ。当たり前じゃん。もともと秋兄が好きで天文に首を突っ込むようになったんだし。動機が不純すぎる。でも悪くはない。きっとそういうのって大事だと思うから。ひなみん、泣きつくならそっち。ひなみんがしていいって。部長を与えておけばコロナも幸せで無害に。データはどうかな。コロナ、これは何？ああ、それは飛行機かな。流星を観測できたのは嬉しいよ。でもひなみんも知ってるでしょ、流星は珍しくないって。そうだね。次に大きな不具合が出たら使ってみるつもり。今はまだ平気だから様子見かな。はあ、イースポでも出てくれたらいいのに。
はちょっと不謹慎すぎるよ。だって…でも流星電波観測はコロナが始めたことなのに。コロナはよくやってると思う。星野大地に毎日来てちゃんとデータをチェックして。きっと私には無理だと思う。よくこんな地味な作業を欠かさず続けてこられるなって。見て言ったな。それはキンクだって言ったでしょ、ひなみん。あ、ごめん。地味じゃなかった。小さいことからコツコツでね。その積み重ねが宇宙の真実を明らかにしてくんだよ。ほら見て、去年の夏野辺山に行った時の写真。ひなみんだって大はしゃぎだったじゃん。野辺山は確かにすごかった。いずれ中国にある500メートル球面電波望遠鏡も見に行ってみたい。いいよねあれ、映像を見てるだけでワクワクしてきちゃうもん。ハワイにも行こう。スバル望遠鏡見てみたいし。いいね、ひなみん。いいよ、わかってる。送りはここまでで大丈夫です。今から勉強しとかないといいとこ進学できないし。わかんない。でも選択肢は多い方がいいかなって。
野辺山に就職するには名工じゃダメみたいだから。全然すごくなんかないよ。コロナはやっぱりふわふわしたままだし。うん、ふわふわ。前のコロナと同じ。ちょっと迷ってるんだ。迷ってるからとりあえず勉強してるってのが我ながら救いがないなって思っちゃうよね。じゃあそうする。あきにコロナ、野辺山に就職するんだってずっと頑張ってきたんだけどね。本当にそれでいいのか、わからなくなっちゃった。絶対にこれだって思ったんだよ。運命だってビビって感じたの。こういう感覚は絶対間違わない。アキニーのことを好きだって思った時も同じだった。それなのに、ねえアキニー、野辺山の天文台に就職して電波天文学をやるのが本当にコロナのしたいことなのかな。ひなみんは地味って言うけどね、コロナは流星電波観測、好きだよ。楽しいと思う。むつら星の会のみんなとおしゃべりするのも、あっという間に時間が経っちゃうくらい楽しいの。星を見るのも好き。すごく楽しい。アキニーとラブラブするのだって、楽しくてしょうがないの。それって天文の楽しさなのかな。コロナはただみんなとワイワイやるのが好きなだけで、コロナわかんなくなっちゃった。天文の何が楽しいのかって。あ、ごめん秋に、うわーって話して。
確かにすごいけど。それがどうしたの？アキ兄が何を言いたいのかわからないよ。それは、その…それが人の目なの？ことだったんだ。お気に。うん、わかったよ。コロナ、ちゃんと星を見てみたい。わあ、星がいっぱいだ。あ、秋に、あれ見て。オリオン座ってかっこいいよね。オリオン座がこれだとすると、あっちの明るいのがシリウスかな。っていうか、こんな簡単なの言ってもしょうがないか。でもね、秋に、なんだかすっごく楽しいの。コロナは宇宙の先の先ばっかり追いかけてたのかもね。こんな身近な空にも
素敵な星がいっぱいあって、もうちょっとちゃんと自分の頭の上を見てればよかったよ。謝らないで。コロナが天文に興味を持つようになったのはアキニーがきっかけだもん。スタートは全部アキニーなんだよ。もちろんコロナはそのつもりだよ。延山に行ったあの日言ったよね、これからもずっと一緒に見ようねって。コロナ忘れてないよ、アキニーとずっと一緒なんだから。ささ上がって上がって。アキニーは適当にくつろいでて、飲み物とお菓子を持ってくるから。いえいえ、アキニーはコロナにとって一番の賓客だもんね。しっかりおもてなしさせてもらいます。お待たせー。まあそんな感じ。それよりほら、アキニーの好きなコーヒーだよ。もちろんブラック。難しい道具も必要ないんだよ。吉岡先輩に教えてもらったんだよ、美味しいコーヒーの入れ方。いろいろ教わってるって言ってるよ。お兄ちゃんの撃退法とか、あとインスタント食品の美味しい食べ方とか。そんなことないよ、楽しいってひなみ言ってた。普段のことから星のこと、望遠鏡のこと、いろいろ知らないことを教えてくれるいい先輩だって。まあそういうことを独特のセンスで言ってたんだけどね。お兄ちゃんならバイトだよ。結構お金いるみたいで大変なんだって。違うって、ほらデート代。
夫？コロナと付き合い始めてお金かかってるでしょ？一人暮らしするお金貯めるんだって言ってたし。そっか。じゃあ信じるね。今日はお兄ちゃんも帰りが遅いし、お父さんとお母さんもしばらく帰ってこないから。ソチャでございます。どうもありがとう。グラグラ沸いた熱湯を使ったでしょう。温度が高すぎると苦くなっちゃうんだよ。ごめん、全然知らなかった。高くないお茶だってちゃんと入れたら美味しいんだから。これではおもてなし失敗です。補給にもなりますし、欠かせないアイテムです。アキニーはインスタントコーヒー派じゃないの？お砂糖は大事です。あるみたいですね。今回の官房会ではそのあたりも学んでおきましょう。よろしくお願いします。
深い意味はありません。今回は他校の山積もありませんし、場所を変えた方がいいアイデアが生まれるかと思いまして。お恥ずかしい話ですが、その通りです。やはり私のようなものではなかなかうまくいかないのかもしれませんね。部長は頑張ってますよ。隣で見てたコロナが一番よく知ってます。コロナが割とまともな子になったのも吉岡先輩の指導があればこそかと。ちょっとひなみ、さらっとひどいこと言わないでよ。もうそうですよね、白鳥先輩と比較したって意味はありません。私は私なりの形でむつら星の会を守ってきました。ごめんなさい、皆さんに不安を与えるようなことを言って。改めて次の官房会について話し合いをしましょう。まず参加者については、各校の天文部員や参加希望した生徒たちですね。OG や OB も呼ぶんですよね。久しぶりに姫ちゃんに会いたい。無論そのつもりです。声をかけないと後でうるさそうですからね。では白鳥先輩にはこちらから連絡しておきます。あと引退した3年の人たちは、でもちょうど受験で一番忙しい時じゃないのかな。気分転換になるかもしれません。話だけしてみましょう。2月下旬にむつら星の会で官房会を開催します。現3年生の皆さんは参加希望されますか？下旬なら OK だよ。その頃なら合否もはっきりしてるだろうし。自分も同じですね。もし採用もらえてなかったら残念会でも開いてください。何言ってるんすか田尻先輩、祝勝会開けやって言ってほしいっす。どっちでもお祝いしますよ。お疲れ様の意味を込めて。忙しいのかな。加納さん、これを見たらお返事をいただけませんでしょうか。ああ、無理無理
のりちゃん先輩、今インフル中だから。受験に影響が出ないといいんですが。心配だね。ちょうどインフルエンザが流行しているようですね。皆さんも注意してください。コロナは予防接種してるから平気です。やはり予防接種しておけばよかったですね。同じく。それじゃあ、秋にお先に。部長、さようならです。本当なら秋にに送ってもらいたいんだけどね。いや、冗談だってば。そう毎日送ってもらうんじゃ秋にに悪いし。お任せあれ。部長に代わり、負傷この山田ひなみが無事屋敷まで送り届けましょう。ひなみ、ちょっとカッコつけすぎ。わかってる。でもこのくらいでないと部長の代役は務まらない。確かに、秋兄のカッコよさにはほど遠いけど。では参ろうぞ、コロナ姫。おー！本当ですね。まったく、コロナさんは。いえ、こちらの方こそ。後輩がいつもご迷惑をおかけしています。なんだかおかしな感じですね。先輩と恋人、立場こそ違いますが、彼女に感じる気持ちは似ているのでしょう。私の話に付き合っていただけませんか。どうでしょう、15分もあれば終わると思いますが。どうぞ。熱いので気をつけて飲んでください。言えませんでしたが、いつもお茶は数種類持ってるんです。狭山の深蒸しですから濃いめに出るんです。見た目だけでなく味も美味しいと思いますよ。
申し上げた通り、普通のお茶を普通に入れただけですよ。今の若い人はお茶の正しい入れ方もよく知りませんから。コロナさんにも私が先輩から教わったことを全て伝えられたと思います。名工学院天文部の部室、そのマスターキーです。部員には合鍵が貸し出されますが、マスターキーは部長が直接管理することになっています。これは去年の3月、私が白鳥先輩から譲り受けたものです。そして来年、いえ、引退する今年の秋にはコロナさんに託して去ることでしょう。それだけではありません。むつら越しの会長職もコロナさんが適任だと考えています。また名校の天文部員が会長になるのかという意見もあるかもしれません。ですが、コロナさんはむつら星の会にとっても特別な存在なんです。彼女はあの人が復活させた新生むつら星の会にとって最初のプレアデス七姉妹の一人なのですから。もちろんそれだけではありません。彼女には私にないリーダーとしての資質があります。それは白鳥先輩も認めていました。コロナさんこそ次代のむつら星の会を担う存在なのだと。私はあの人から受け継いだものをそのまま彼女に託すだけで良いのかと、私にしかない何かが必要だと思うんです。少なくとも白鳥先輩はそうしてくれたはずです。そうですか、コロナさんが。
別に気を使ってもらわなくても結構ですよ。彼女にとってソラミ君の方が頼りになる存在でしょうから。今のお話を聞いて確信しました。やはりムツラ星の会を率いるのは彼女しかいません。ですが、今のコロナさんのままではダメです。彼女にはもう一つ大きく成長してもらわないと。自分の夢を追い求めるだけでなく、周囲の人たちの夢も一緒にして羽ばたいてくれるような。そう、コロナさんなら白鳥先輩が描いた理想をより大きな夢に変えて受け継いでくれるでしょうから。アキトもすっかりコンビニの店員が板についたわね。こんなの綺麗に陳列したって誰も買わないわよ。いっそこのまま好きに取ってもらうという陳列方法。外で小太郎が吠えまくってるわね。さやでも来たのかしら。あ、こら、ちょっと、私と仕事を残して逃げるな。シフト入ってるって聞いてたからね。秋にコロナが来るって連絡したらバイト休もうとしちゃうでしょ。でね、でね、このワンコをなんとか調教しようと思ったの。こいつがコロナの軍門に下れば安心してアキニーのところに来れるでしょ。骨ガムをあげようとしたけどダメでした。それでアキニーの迷惑になるような。
ただきます。豚まんうまい。ほんと CM に使いたくなるくらい美味しそうに食べるわね。じゃあさ、 CM に出てあげるから豚まん一生無料券をちょうだい。だそうだよ。あんたの持ち金で何とかしてあげたらどうだい。むちゃ言わないでよ母さん。そんじゃコロナもゆっくりしてってよ。私は部屋に戻るからさ。まったくあの子は。いいかいコロナちゃん、決してあんな大人になるんじゃないよ。コロナ、ニートは嫌だもん。そうだよね、ニートなんて嫌だよね。筋からムツラ星の会が官房会を開くという情報をゲットしたのよ。おお、それでそれで。無論私もバンナーを拝して参加しますわ。ただそれだけでは不十分だと思いましたの。昨年のプロジェクトスターライトでは王子にふさわしい助力ができませんでしたから。そういうの吉岡部長が怒らないかな。怒るならまだ良い方ですわ。それはもう冷たい目で残念そうにため息をつくのよ。ああこの人はどうしてこんなにダメなんだろうって。でしょでしょ、だから抜け駆けをすることにしたの。抜け駆けって何を企んでるの。私は OG ですから、いろいろと金銭的余裕もできたのです。どうせ大勢招くのでしょう。それならばより良い環境を整えねばなりませんわ。ムツラ星の会をあまねく世界へ知らしめるために。知らしめるために。これをお使いなさい。これは何。軍資金ですわ。ああもちろん私が労働で得た報酬ですからご安心を。さすがにそこまではしませんよ。人として当然のことです。
このお金をあなた方に託します。相談して好きに使ってくれて結構よ。もちろん吉岡に相談するのも許可します。ただコロナさんとソラミ君が何に使うのか私に見せてくれると嬉しいです。期待させてもらっても構いませんのよね。ちょっと豪勢な打ち上げができる。いや、それはさすがにまずいでしょう。それに人数を考えると豪勢なのはちょっと無理じゃないかな。むむ、確かにおっしゃる通りです。さすがプリンセス、庶民のことにもお詳しいのですね。アキト君、もう何とか言ってよ。される危険を与えてはなりません。いいのよ、ちょうど暇してたし。そうそう、私たちだってムツラ星のメンバーなんだから。これはやはり白鳥先輩から与えられた課題でしょうか。だと思います。根拠はありませんが。確かにあの白鳥先輩らしくないかもしれませんね。姫ちゃんは相変わらず美人で面白かったけどな。手口がってことだよ。あの人ならもっとストレートにやるはずって田尻先輩も言ってたっす。田尻さんがそのようなことを。あの方の意見なら信用に値しますね。やっぱり油断できないよね。ともあれ、あの人の思惑は気にしないことにしましょう。我々はこの与えられた予算をどう使うか考えるだけです。Thank you.
これはちょっとやばいかもな。ほら、これを見てよ。第3土曜は月齢 8.3、 第4に至ってはほぼ満月ですか。その前の週はどうなの？ほら、ここ。そこってバレンタイン前じゃない。日付を超えたらバレンタイン当日だよね。バレンタインデーに星見デートなんてちょっとロマンチックじゃない？ロマンチックだなんて、あんたも言うようになったわね。ひひん、ピカリンと違ってコロナ彼氏持ちですから。あんた言ってはならないことを。どうどう、押さえて押さえて。カルル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 ル。予定より前倒しのスケジュールになるけど、行けそうっすか？正式な告知はまだですから、問題ないと思います。ただ急な話になりますので、参加者は減るでしょうね。空に決まってるよね、アキニ。そうですね。では2月の観望会は第2土曜の夜に開催ということにしましょう。あとは白鳥先輩からいただいた軍資金の使い道ですが、何が最善かなど元より決められるものではありません。ですから指名を受けたスラミ君たちに一任しようと思います。構いません。決定したら使う前に一応報告だけはしてくださいね。では皆さん、当日まで時間もありませんが、よろしくお願いします。